色を選ぶことで、はい、自分の今の心の状態だったり、うんうん、どんなこう願望を持ってるかっていうことが、まあ、色を通して分かるというものになってます。これでね、あ、はい、これで。そして、はい、私は生年月日から、10種類のジュエルタイプに診断して性格や、うん、あとは、まあ、仕事運とかその他でもいろいろ占うことができるんですけれども、うんうん、10種類のジュエルで分けて占ってます。占ってると。じゃあやっぱりせっかくだから誰か、あ、じゃあ1000円でしたっけ、はい、あ、じゃあ私お金払うんで、うん、今公開してほしいんですよ。逆に26歳らしいんですけどいいこれ正確に伝えないと正確な診断が得られないですよ ね、 そうそうそう、ね、でもまあ両方ね、はい、ましてじゃあカメラマンどなたかに、あ、いいですよ、もうこのままこの、はい、はい、このまま、はい、じゃあお金後でちゃんと払うんで、はい、じゃあ公開ということで、はい、わっこさん、嬉しい、はい、どうぞどうぞどうぞ、じゃあそのまま渡しますんで、キーワードのカードを持ってきますので、生年月日を、あ、そうですね、生年月日を、生年月日、あ、ちょっと待って、26歳設定の7月18日です。みんな一回置いてくるんですね。一回ね、髪を持ってくる、はい、必要なのに、はいはい、あれですか、はいはい、これ一旦戻った方がいいのかな、皆さんね、宣伝、ね、にすぐいらっしゃいます、はい、すぐに、はい、宣伝しようと思って私が実はやりたかったっていう、ね、うん、でも本当ね、カラーダイヤでしょ、あの綺麗な、あとはこうジュエルですね、はい、でジュエルでしょ、今ジュエルがあるのがエメラルドジュエル、ルビージュエル、はい、おパール、ボン、うん、ストリンジュエル、アカンマリンジュエル、なんでそんなに喋り方、フランス語必要ないですよね、そう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 、アメスフランス、ファイルじゃん、よく分かんないんですけど、もう一回生年月日何でしたっけ、生年月日もう一回だって、26歳設定のそれマイクで言わなくていいんじゃない、7月18日、それマイクで言わなくていい、今年で切りのいい数字になります、本当は知ってほしいんですか、私を知ってほしい、あー、なんかね、ちょっとタイさんとか、ね、サコさんって私のなんか心理をついたことたまに言うんでちょっと泣きそうになっちゃう時あるんですけれども、なんかね、さっき言われたんですけど、はい、何気にほらタンクポップさん、はい、うちのイベント出ていただくの初なんで、はい、このこの絡みがもうレアだってさっきリスナーさんがおっしゃった、全然レア感ないですけどね、ねえ、本当ね、もういろいろ交流がありすぎてね、ありすぎてね、なんかごめんなさいね、はい、じゃあ早速、はい、じゃあこれ渡します、はい、はい、本当はこれちょっとね、はい、ありがとうございます、ちょっと一列に並べた方がいいんですがいいですか、ちょっとこのままで、はい、私猛烈に気になってる色が、はい、わかります、もう出ます、はい、ずっとあるので、はい、ピンクの2色選んでください、2色でもピンクとローズみたいな、濃いピンクで、こちらですね、はい、マゼンタとピンク、なんか今年っていうかずっとそんな感じですね、ずっと、わかりました、ありがとうございます、はい、偏ってますね、で、今日気になった色っていうのは、そうですね、何かこの色からのメッセージが、はい、ありますので、はい、それを見ていきたいと思います、ドキドキする、はい、まずピンクということですね、はい、はい、普段のピンクとかお好きですか、実は好きです、あ、好きなんですね、普段から、はい、キャラじゃないからあまり取り入れてないふりをしてますが、あ、そうなんですね、はい、はい、まずこのピンクで、色味はいいとか悪いがないんですけれども、はい、あとも自分の今の気持ちだったり対象によってそれをよく捉えたりマイナスに捉えたりということが起きるんですけれども、はい、まずピンクのキーワード、優しさ、思いやり、無条件に愛する、女性的、母性的、自己肯定感を上げる、愛されたい欲求、自己愛不足、依存、保護されたい、女性性への反発偏見というようなキーワードがあるんですけれども、はい、何かちょっと思い当たったりちょっとピンとくるものありますか？なんか欲求系が多いけど、すごく元気とかやってるので、ちょっとこうそういうね、荒削りなことを言ったりとか表現しがちなんですけれども、
本当は可愛いとかちょっと女性らしいところもあって恥ずかしいなちょっと可愛く見られたかったりとか守ってほしいなっていうところがあるんです。なるほどです、はい、じゃあそれがちょっとピンクに、はい、はい、ちょっとが、ね、愛されたい欲求とかやばいですね、はい、あ、でもいいんですよ、もうそう各に言ってないからね、別に聞かなくていいからね、みんなね。心の中では思われてるってことを、はいはい、ちょっとドキドキします、そのワード、はい、はい、そうなんだ、はい、でもう一個これが、もう一個あるんですよ、ちょっと紫がかったピンクなんですけれども、はい、こちらは博愛、献身的、奉仕的、情に厚い、包容力、需要、些細なことへの感謝、うん、理性的、見返りを求める、情に流される、自分を大切にしない、はい、で強すぎる使命感というものがございます。ああ、なんかもうすでに言っちゃってましたね、強すぎる使命感とかね、なんか元気にしなくちゃいけないとか、声張ってないといけないとかっていうのって、自分で意識してることなのかもしれない。あ、そうですね、うん、けどちょっと、うん、あの優しい、そういう、なんか動揺が、はい、そうですね、あとまあ母のね介護とかがちょっと発生するから、うん、少し気を張ってるところがあって、うん、少し癒されたいのかなというところもあったりもするのかもしれない。そうですね、はい、なるほどです。そうしましたら、今この選んだピンクとマゼンタ、はい、両方ともまあそういう、ね、状態が現れてますし、まあ、この色を身につけることで、はい、はい、そのちょっと改善されたりとか、全然つけてないです。リボン。検証バリバリ。リボン。あ、リボン。あ、ちょっと、ちょっとそうですよね。ちょっとそんな。紫がかったピンク。あ、ですね。そうなんですね。はい。なので、まあ、普段は、あの、お家とかでは、ちょっとこう、ね、よく。着られたりとか、あと物でもいいので、はい、あの小物持っていただいたりとか、食べ物で取り入れていただいてもいいですので、はい、ちょっとその色を意識して取り入れていただくと、はい、例えばあの、はい、改善されたりとか、あと自分と向き合う時間を、はい、作れますので、気づきとなりますので、ぜひ取り入れてください。各桜見に行こうか。ぜひね、桜も本当にピンクに囲まれて。私ね、あのね、素直な方なんで、分かった、なんでこれ選んだか。お召し物がですね、ちょうど今日気になる色って言われたら、で今こんな囲まれてたらこれって言えばいいって、そういうのもあるかも。いやいや、でも今のほらキーワードで心当たりめっちゃあったでしょ。あった、ね、そういうことなんです、ね、ね、そうですね、いつも聞こえないハートの声が聞こえるっていう。分かりました。ありがとうございます。でもう一個ついちゃうね。もう一つね。男ですね。皆さんこれやった方がいいですよ。はい、お時間の関係でね。次はこちらね。通ずるものがすごいありすぎて、私は怖い、丸裸にされる。もう本質が分かっちゃったみたいな感じなんですけど。10種類の中で、一番可愛らしいローズクォーツジュエルさんなんですよね。私と一緒です。あ、そうなの。はい、で性格として穏やか、協調性、癒し、粘り強い、内面はたくましい、慎重っていうのが一応性格診断では出てます。なので本当はあのピンクとかそういった女性性が多分あるんだけれども、キャラ的にあー、どうしよう、はい、大丈夫、内面分かっちゃったなって感じですね。なんか穏やか癒し系ユニットに変えてピンクとか着て、何ですか、頑張るか。そうなんですよね。なんかもうなんかマイクとか、はい、女性系なんですよ、これは。マジかー、はい、なんかそっかー、色にも出ちゃってるし、性格もそっちなので、やっぱり選んだの色でもやっぱ取り入れたいんだなって心の声が出てるのかなと思いました。無理するのやめます。年齢も実年齢で、今年で実は30になるんですよ。あれぐらいにしておこうかな。20代ももう卒業です。
なるほどね。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。すごいびっくり。みんなといる方が多分魅力が出ます。だから一人でいるよりかはみんなと一緒にいる方が。みんないないと死んじゃうの、はい、寂しいの。うさぎなの。輝きます。はい、ありました。いや、すごい、はい、うーってなる。これをマイク通さなくていいのでやれるってことですね。そうですね、はい、で今日時間がないとか無理っていう方も、あの、はい、ま、LINE だったり、はい、なんかこう、はい、QR コードを読み込んでやってるから、はい、お問い合わせいただければってところですよね。はい、はい、いやちょっと本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マークさんいかがでした？なんかもうね、もう本当に恥ずかしいですね。恥ずかしいです。とても裸にされたような感じ。裸にされた感じですよね。そうですか。なんか知らなかったところとか、なんか気づいてなかったところに、はぁって気づきはありました？いや、実はこういうのでね、マルシェとか結構やってるじゃないですか。でカラーの方とか、こうそういうの分かる方とか、全然違う分野の方にも同じ感じで言われたんですよ。でも一人だし、まさかそんなんて、でもそうじゃん。そうなんかと思って、ちょっと今後の芸風を考えて、参考に、非常に参考になりましたよ。そうですか。はい、よかったです。よかったんだと思います。ちなみにあのお二人、はい、あのから見てですね、一応あの和子さんってネギクイーンなの、これ緑。緑っていうのはどういう診断とかにこうなるんですか？緑はあのあとバランスを取るっていう意味がありまして、はい、本当になんかね、みんなの前でこういう風に元気にされて、こうすごいね、バランスを気をつけたよ。かっくんさんとこういいバランスを取って訪問されてるのかなって感じます。はい、これはなんかあの例えばこういう色を身につけるっていうのも、まあ、いいものなんですか、こういうカラー診断で。あ、そうです。あの、このカラーセラピーを元にしているこのライカカラーダイヤ診断は、はい、そうですね、あの身につけると、身につけたり、はい、その、はい、ちょっとこの課題が改善されていったり癒されていったりっていうものなので、じゃあライブパフォーマンスの時にはね、はい、ね、ちょっとバランスを取るっていうね、緑もいいし、ちょっと途中であのさっきのキラキラみたいに衣装チェンジして、チークを身にまとったら、ちょっと女性らしい。もうピンクをぜひ。あ、じゃあ、あのポップコーンの歌の時にピンク、はい、ピンクに変えて、ね、ね、ね、うさ耳ぐらいはつけましたけどね、この間ね、もうちょっと可愛らしく、うさ耳けど、はい、ね、わかりました。ね、いいですね。マコさんの良さがまたさらに出るかと思います。レッドアップできるんだから。カラーいいね。ジュエルもいいですよ。すね、皆さん。ね、ジュエルね、先ほど言ったあの、まあ、普段会社員の方なんですけど、ね、あの宝石を取り扱っている会社のお勤めなんで、本当専門のね、方でいらっしゃいますから、あの全然あのなんとなくフィーリングで言ってるわけじゃないっていう、ね。そうですよね。はい。わかりました。ですよ、なんか2人で共通してるっていうのがなんかもう本当にそうってことですよね。わかりましたよ、うん、お芝居の方全員やった方がいいです ね、 ね、そうなんです。ぜひぜひ皆さんもね、引き続きよろしくお願いいたします。公開わっこちゃん診断でした。あ、もう意味あるわっこちゃん診断。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、鈴木さん、川野さん、ありがとうございました。あちらに QR コードの読み込みもございますね。はい、ぜひ皆さん読み込んでください。ありがとうございました。ポン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 、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポン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 ポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。